令和の大改修が行われている太宰府天満宮で、清らかな心持ちで新年を迎えるための恒例のすす払い神事が今日行われました。午前9時、すす払いに臨む7人の神職へのお払いから始まりました。長さ4メートルほどの笹竹を手に、天井裏などにたまったすすやほこりを払い落としていました。太宰府天満宮では今年5月から3年がかりとなる令和の大改修が始まっていて、今日のすす払いは仮殿で行われました。毎朝朝拝神事に来てるんですけど、目標を達成しました。締めくくりですね。コロナも収束いたしましたので、多くの方がご参拝いただけますよう準備をいたしております。お待ちをしております。太宰府天満宮では来年の正月三が日で今年を上回る200万人の人出を見込んでいます。マスク着用といった感染対策の呼びかけはしないということです。